今日は早いですね、今晩。あ、イーサーさん、こんばんは。ちょっと早めにね、子供が早く出たんで。こんばんは。あ、コッコさん、こんばんは。ちょっと早めに始めさせて。わ。わって。ばんは。ばあ、ゆまさん、こんばんは。ちょっとあの、BGM の音を調整したい、してるんですけど。こんばんは。あ、こんばんは、ガチンさん。ばんは。あ、Y さん、こんばんは。ちょっと小さいですか、BGM。これぐらいがちょうどいいですかね。イーサーさん、わって、あ、こんばんはってことか。よし、プレイオフやってきます。どうですか、BGM の音ってちょうど良さそうですかね。コッコさんの証文ければ良い。嬉しい、イーサーさん、ありがとうございます。スカッと変えましたかね。先週から書いてないかな。これでいきます。なかなか、ね、BGM いい感じですよ。ココさん、ありがとうございます。今日早めに始めてね、プレーオフも早めに消化して、今日ちょっと早めに寝ようかなと思ってます。今日今朝なんかプレーオフのアバター見てきましたよ。あ、イーサさん、アバター見たんですね。どうですか、位置とあれ結構つながってる感じなんですかね。IMAX で。ああ、噂の。やっぱ違いますか、IMAX だと。あれ、何がいいんですかね、IMAX って。つながってます。あ、つながってるんですね。じゃあ、復習しとかんと。あ、こっちじゃない、フォーメーション。こっちやった。いいな。ねえ、仕事中に見に行ったんですよね。あ、仕事早く切り上げて見に行ったっていうのが適切な表現ですかね。ちょっとまだフォーメーションがちゃんと整ってめちゃ長いです。あ、とっても面白かったです。長いんですね。こんばんは、ンバーグ。こんばんは、コンベア。コンベア、あ、仕事中はあかん、強いっす。あ、シュウマさん、あ、シュウマさんじゃない、シュンクロさん。こんばん、ハンバーグ。コンビアいただきました。ありがとうございます、ベアさん。映画というよりアトラクションですね、映像体験。あれって、マイケル・ベイ監督でしたっけ、アバターって。マイケル・ベイ、この方、ディフェンス、緩いかもしれないです。プレイオフ、ポイント配られて、ちょっと、あれなんですかね、行きやすいんですかね、今週どうなんでしょうか。ムーンベアさんも仕事納めっておっしゃってましたもんね。シュンクロさんまだっておっしゃってましたね。ジェームズ・キャメロンですね。あ、そうか、ジェームズ・キャメロンか。なんかごっちゃになってますね。ジェームズ・キャメロンか。ありがとうございます。おお、タイタニックとか作った人ですね。あ、タイタニックの人か。明日まで働いてきます。あ、そうです、コッコさん。あ、シュンクロさん、明日までなんですね。あとちょっとですね。この人弱いですね。ね、この人ちょっと弱そう。あ、そんな言い方したらあれですけど、やりやすい感じしますね。どうなんでしょうか。ね、私で裏通せるってなかなか。確かに超大作の映画の監督って大体マイケル・ベイ。ああ、間違えた。そうですよね。やっぱりポイント配られたから。ああ、なんですかね。コッコさんが強いですよ。いや、ガチさん、ありがとうございます。そんなことないですよ、私、そんな。なんかこう、なんやろ、アトラクション的って言ったら、なんかマイケル・ベイ監督ってイメージしますね、こう。ドンちゃんみたいな派手な感じの映画って言ったらね。私やっぱクリストファー・ノーランさんの映画結構好きでね。マイケル・ベイは爆発的映画ですね。確かに爆発的。最近やっぱクリストファー・ノーランさんいいですよね。
結構ベタですけど、インセプションとかね、良かっローたラです。ンいいですいいね。ですよね。インセプション良かった。メメントもね、良かったんです。あれ意外とリーね。グアプグレのプレミアムの方が4週目に入りました。マジっすか、ココさん。あれやってるんですか。すごいな。あ、やられた。なんでっつったら失礼しましたけど。あれやってるんですね、ココさん。すごメい。メントも良かったですね。あ、イサさんも、あ、しまった、やられた。イサさん見たんですね。ちょうど辛かったので配信してくれるの助かります。よかったです。SBC。プレーオフ今日やれば量買ったっす。ああ、Y さん。Y さん、でも昨日9勝行ってましたもんね。すごいな。昨日、あれ、昨日でしたっけ？今朝でしたっけ？今日でまだね、あれやったら、あれですけど。発症機能しました。あ、たま発た症までか。す。いや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 、たまたま打ち得のうちですからね。リーグアンマジで高騰しすぎでしんどい。確かに。おしゃ、万兵衛こんちゃ。ああ、なんて言ったらいいんやろ。ダッチさん、こんばんは。ダッチさん、今日はもうご飯食べましたか？ダッチさん、仕事納めいつですか？もう。今作ってます。あ、今作って、あ、作って、あ、偉い。今日は作ってるんですね。何作ってるんですか？私も今日はね、ご飯作りました。水曜の夜は私ね、ご飯担ダッ当チで。さんは道民なんすか？ダッチンチン来た。ダッチンチン。あ、イッシャさんとダッチさんが揃ってちょっと危ないですね。今日はちょっと早い時間に危なそうですね。どうなんですかね。宴の始まり。宴の始まり。そう。寒いんでね、今日はね、ちょっとキムチ鍋ア作バりました、ターっ私。てどうやってセクロスするんでしょうか。どうやって、セクロスって何ですか？クロスってことですか？すいません、ちょっと分からなかったです。セックスです。ダイ性レク行為ト。どうやってするかじゃないっすか。あ、そうなんですか。ごめんなさい、分からなかったです。そうなんですか、それ、隠語ですか、それ。嘘、入らない。なんかラクロスみたいな。強烈なキラーパスでしたね。ね、この人、ありがとうございます、ワイさん。ガンガンスルーパス通るんですよね。これ、2ちゃん語ですね。あ、2ちゃん語なんですか。全然スカスカなんですよ、この方。おお。ね、何でしたっけ？あ、ダッチさん、何、あれ？ダッチさん、忙しいんか、料理で。何作ってるんでしょうね、ダッチさん、今日ね。鍋かな。鍋楽で野菜取れるからいいですよね。あれ？ちょっとなんかコメントが反映。ちょっとおかしいな、これ。そう、いや全然 BGM が聞こえなくなりましたあ、よ。本当ですね。ごっこさん何作ったんですか？あ、私、チゲ鍋、あ、キムチ鍋作りました。本当や、なんか、BGM 切れてる。なんでやろう。ちょっと、この試合終わったら直しますね。なんでやろう。あ、今直そう。ん？なんかおかしいですね。あ、子流れ供もた。食べれるんですか？あ、うちの娘ね、なんか辛いのね、結構平気みたいで、
先週、キムチ鍋、あ、そうですそうです、先々週初めて作った意外といけたってね、結構気に入って食べてくれるんです。なんかちょっと違うフォーメーション試してみようかな。これはもう大丈夫でしょ、こんな点差ならね。ガルトンボヨジュセヨ、あ、来た、いきなりチゲ鍋やからチゲ鍋やからって、イッサさんアニョハセヨ、アニョハセヨ、あー、ティーニーさんこんばんは、ティーニーさん。今日はね、早めにちょっとやってね、早めに寝ようかなと思ってんです、明日に備えて。明日ちょっと朝からお出かけするんでね、もしおお、マジでか、ねアイコン来たらちょっと忙しいんで、ちょっと早めに起きようかなと思ってんですよ、ね、学費ですか、じゃあ、ひっさんまた来た、直接的なは3時待機ですか、あ、3時待機じゃないです、5時半に起きて、さばこうかなと。ちなみに道民じゃないです、タチさんどこ出身、こんばんは、あ、こんばんは、ありがとうございます、ジーブさん、ギーブさん、よろしくお願いします。生涯現役のコッコさん、かっけーす、生涯現役のシングルマザーってエロいですよ、ね、何の話ですか、あら、かなこさん、なんでいきなりそんな、かなこさん、こんばんは、なんでいきなりそんな振り込んで、放り込んできたんですか、おっぱい、こら、ティーニーさん、おっぱいへ強いですね、おっぱいへの話か、おっぱいへおっぱいへじゃない、何かご質問でしょうか何の話ですか、あかんあかん、ちょっとしゅこねこね し始めました、あらちょっと動揺してますおー、びっくりした、シングルマザー抱いたことありますか、何の話ですかこらこら、ダメですよそんな、やばい、あぶな、抱いたことないですが願望はあります何言ってるんですか、今ね、4231でやってみてるんですよね、どうかなと思って、ちょっとやっぱりビルドアップがね、アンカーいた方がやりやすいですよね、やっぱり422のブロックでやる方多いんで、あ、スイさんこんばんは、キムチ鍋作ります、アイアン、あ、一緒ですね、ダチさん、うち私もキムチ鍋でした、今日そうやね、やっぱりちょっとやりづらいなこれな、ダッチさんもキムチンチン鍋、ほらほら、なんか文字多いっすよ、やっぱりちょっとフォーメーション戻そう、やっぱりこれちょっとやりづらいな、やっぱりディフェンシブにするとボールキープができなくなるんで、結局弱なるっていうね、うちも今日は鍋でした、あ、本当ですか、はい、期待してなかったんですけど、いざ使うとおっぱい強いうまい、スイさんうまい、そんな使い方するんですね、スイさん、そうですか、パイエいいんですね、私あんまりかなと思ったんですけど、意外といいんですね、まあスタメンで使うなら良さそうですよね、サブだちょっときつい感じしますけど、スタメンだったらね、推定何カップですか、何の話ですか、おっぱいへきような下ネタ確かに器用ですよね、ちゃんと品があるというかね、こうちょっと控えめな感じが、さすがスイさん、あのね、ほら、そろそろ発動します何をですか、コッコさん、あ、来た、
ココさん、汚い言葉禁止。ダメですよ、皆さん。後半、この試合終わるまでは我慢してくださいよ。来ました。来ました。しかも今日、加速タイプ控えめなので。ね、すごい上品でしたよ。どこぞのね、おっさんたちとは違って。綺麗なおっぱい。こらこら。持つ鍋にしようとして作ってますが、台所から水漏れしててないと。大地さん、大変。水漏れしてるんですか。それ大変。引っ越したばっかりやのに。水道下の下水管ってことですか。イッサさんは爆発的ですね。そうですね。イッサさんとダチさんはね、爆発的。クラシアン呼んで。クラシアン、クラシアン新クラシアンですね。綺麗なおっぱいは綺麗な言葉なのでセーフ。コッコさんセーフなんですか。あれ今日はあれですね、ヌキーさんいないんで、コッコさんがジャッジですね。そうですね、一回呼んだんですがクソ企業目。クソ企業。あ、そうなんですね、2回目なんですか。あ、汚い言葉すみません。まあ確かに、ユッサさん短い爆発的です。短い爆発的。あ、やられた。なんかちょっと余裕ぶちかましてたらこんなことになりました。もうあとは締めましょうか、ゆっくりね。僕のは長いです。何の話ですか、ダチさん。そうですね、やっぱりディフェンシブに行ってもこのゲームディフェンシブにならないっていうね、やっぱり、まあ、ゲーム展開は当たり前なんかもしれないですけど、こうね、ボール動かないとね、やっぱりゲームにならないからっていうのもあるでしょうけど、だからこう点数が取りやすいようにゲーム設計されてる感じしますよね。なのでこう守りきれない、やっぱり守りきれないんですよね。そうやな、やっぱりあかんな。時間稼ぎしましたね最後。すいません、石田さん。バレましたか。時間稼ぎしました。あ、石田さんありがとうございます。ちょっとね、やっぱり GK の特殊モヤット出始めましたもんね。あー、確かに確かに出ましたね、ようやく GK の特殊モネティニーさん出ましたね。まあプレミア、やっぱりプレミアからって感じじゃないですかね。そうやな、結局ね、守備的になってもビルドアップができないとね、やりにくかったら意味ないですもんね。あ、ジルー。よし、よし、よし。ディマリア。やっぱりディマリア作ってる方多いですよね。おお、びっくりした。ブローリンもいいですよね。今日のね、あれで当たってくれたらブローリンでも嬉しかったんですけどね。今週やっぱりさっきの方もそうですけど、ちょっとやりやすい気がしますね。ねえ、パスコースも結構なんか空いてる気がしますね。これやっぱりやりやすいんですかね、気がしますね。10勝いきましょうね。10勝
受賞はちょっとあれですけどね、まあ目指すだけ目指して、いけるとこまで行きたいですね。私、過去、前作発祥で、明日どこ行くんですか？明日ね、午前中にその買い物、デパートに買い物行くだけなんですけど、羨ましい。明日まで仕あ、事、そうか、泣き顔。ユーマさんも明日までか。挨拶回りって言ってませんでした、今日。あ、今日も含めて挨拶回りなんか、ユーマさん。ただね、休みになったからってね、ゲームできるかっていうとね、休みの方がね、大変やね、ユーマさん。休みの方がね、子供の相手しなきゃいけないんでね、ゲームできないですよね。今日アナルシティ行きましたよ。何の話ですか、質問。あ、やられた。危なかった。キャナルシティでしょ。間違えた、キャナルシティ。私でも分かりますよ、そんな間違い。うわ、アナルシティから歩いて10分ぐらいのところで働いてます、WWW。あ、じゃあもう本当福岡の中心街になんですね。ユーマさんはね。よこし。んばんは。あ、コムさん、こんばんは。そうなんや。アバター見た よ。また見たよ。コムさん、CF やってますか？あ、オフサイド。呼んでくれたらちょっとだけ仕事抜け出したのに笑い。抜け出したんですね。CF？ プレーオフじゃ なくあ、て？ごめんなさい、間違えました。プレイオフです。アナルシティって何ですか？ほらほら、次回呼びます、 W。カナルシティ、キャナルシティ。やっぱり今週ちょっと軽いというか、やりやすい気しますね。今2-0。あ、本名当です前のか。通りです。名前はのい。通りです。キャナルシティ、なんかデパートですよね。デパートっていうか、なんか駅ビルみたい、駅ビルでしたっけ。私なんか福岡一回行った時に、そこコッコでさん、鍋の締めは何ですか？アナルのシティです。笑い。あ、ら、満も足シティは中洲にある風俗のビルです。う、こらこら。締めはね、もう締めというか、もう花から麺入れました。今日の麺ちょっといまいちでしたね。さ、鍋ラーメン、ちびまる子ちゃんの絵が描いてある鍋ラーメン入れたんですけど、やっぱり麺はちゃんと別茹でにしないとちょっと美味しくないですね。そうです。キャナルシティに、なんかラーメンこ博ん物ばん館？は、あ、ポンチャーアさん。ナルのシティですか？杉 聞いさていただきありがとうございまん。みす。んな、その、あーちっちゃくするの何なんですか、それ。それもしかしてテクニックってやつですか、それ。モデレーターを回避する。ラーメンスタジアムであ、すね。そっか、ラーメンスタジアムか。あそこでラーメン食べました、妻と。ラーメンスタジアム。ラーメン。あ、妻の、おじいちゃん、妻のお母さんのおじいちゃんが長崎出身、長崎の方で、やっぱみんな福岡集合ですよ。それで、ね、長崎行った帰りでに、すね。福岡寄っさっき大て、文字で打ったらモデレーターに引っかかりました。みんな、それをマスターしてるんですね。おお、ラーメン、嘘、やられた。あ、鍋作ってるんだった。ダッチさんは締めラーメンですか？鍋ラーメンにしましょう。ねえ、
まあ鍋ラーメンはね、セーフ。もつ鍋ラーメン。ああ、もつ鍋ラーメンいいですね。うどんにしようと思ってます。あ、そうか。大地さん、ラーメンの次にうどん好きって言ったし、おっしゃってましたもんね。僕のところはうどんです。あ、そうなんですね。水も好き。水さん、え、水さん、水さん、どこって言ってましたっけ？水さん、四国でしたっけ？あれ、どこやったかな？ちゃんぽん麺です。雑炊もいけます。あ、雑炊のマーク。あ、そうか、よかった。香川か。香川です。そうか、そうか。ラッセンが好きです。あ、そうか、そうか。何の話ですか、ラッセンが好きって。いきなり掘り込みますかね。ええやん、それっていう。そうそう、あ、そうか、香川やったらやっぱりうどんですよね。うどん県って言われてますしね。うどん県。うどん県。ね、うどん県。うどんしかない県です。いや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 。焼き物も有名なんじゃなかったでしたっけ、香川ってね。五個よりラッセンが好き。あ、ダチさんも。うわ、今のいけたと思ったんですけどね。ちょっとこねすぎですかね。福岡も実はうどんですよ。あ、そうなんですね。そのうどんだけが最強すぎます。なるほど、そのうどんだけが最強すぎる。確かにね、美味しいですよね、うどん。香川のうどん食べたい。よし、来た。ねえ、香川のうどん違いますよね。私の地元のね、私松阪なん。関西にもうどんあるよ。ああ、あ、そっかそっか。私の地元はね、まあ三重県なんですけど。福岡のうどんはさぬきとまさかのうどんなんです。あ、肉水ってやつ。ああ、肉水。丸亀製麺が一番好き。あ、なるほど。丸亀製麺、ここさ、丸亀製麺も美味しいですもんね。あの伊勢うどんっていうのがあって、三重県ね。そのうどんがね、まあ美味しいんですけど、コシがないうどんなんですよ。やばいよね、麺が。そうなんですよね、あれがね、あれがね、ちょっとね、苦手なんですよね。美味しいんですよ。讃岐うどんはコシがありまくりです。そうですね、コシがある方が私も好きなんですよ。なんでね、香川県民の目の前で丸亀製麺美味しいはタブーです。そうなんですか。コシありかコシなしか、ね、ラーメンはバリカタで、うどんはヤワ麺の謎。あー、バリカタなんですか、イッサさん。バリカタ派なんですか、イッサさん。なんか粉落としって聞いたことありますよ。本当に本当にあんな食べる方いるんですか、粉落としとか。粉は生るうどんが一番好きです。花丸うどん。花丸うどんもね、美味しいですね。あ、コンチャスタボさん、僕のチンチンはバリカタ。こらこら、イッサさん、粉落としはいじる。やっぱりあれは普通じゃん。可愛いチャンネルがふみふみしたうどん食べたい。何の話ですか。丸亀製麺よりスーパーで買った冷凍さぬきうどんの方がコシがあって美味しいですよ。あ、確かに確かに、あの冷凍。そうそう、コラコラが聞けて嬉しい。あ、よかった。あの冷凍のさぬきは、あ、ぬきさんこんにちは。冷凍のさぬきうどん美味しいですよね、あれ。あのカトキチ、カトキチテーブルマークか、今は。あれもでも香川でしたっけ、四国の会社ですよね。あのうどんすごいですよね。賞味冷凍のさぬきうまい。ねえ。みんな集まってしゅう。いや、嬉しいです。皆さん来ていただいて。ぬきさん、仕事納めですか、もう。ここはちょっと角度きついな。チンチンの気配がしたので。いけるかな、この角度。無理か。今日はでもまだね、あ、出たか。集合。集合。月初サボった文明日働いてる。月初。沖縄ですもんね、今はね。あ、まあ今の。スイさんから見ても、
やっぱりあの冷凍のうどんって美味しいんですか？テーブルマークの。あれはやっぱりちょっとさすがに、まあ、冷凍では美味しいぐらいなんですかね。うわ、めっちゃ開いてるやん。おお、おお、賞味丸亀製麺と並ぶくらい美味しいです。ああ、確かに。オフサイド。そうなんですよね。下手にね、あのスーパーに売ってる、なんとてりか、あえず福岡のやばいうどん食べてみてください。やばいうどん。あ、そういうことか、そういうことか。福岡のうどんもやイエばいスんか。高津クリニック。な、高津、なんで高津なんですか？いけました。あれ、高津ですか？高津じゃなかったでしたっけ？ 普通に聞いてしまいました。池上さん、昨日ありがとうございました。福岡のうどん好きです。うどんあへの見方わかりません。あ、そうなんですね。ごっこさん、はい。こちらこそありがとうございます。タあ、ああ。ング。 マスタング。ユーマさん、豊前裏打ち会わかる？豊前浦和市会？最近この部屋が開かなくて悲しいです。あ、そうなんですか？どういうことですか？あ、フレマノですか？フレマノの部屋ってこと？ダッチさん。ルシオで。ルシオで 裏抜けして決めちゃいました。仲間外れなだけですよ。違いユーまマすのよ。部屋でした。あ、フレマの部屋。あ、すいません。最近月曜日ね、フレマしててすいません。普通に。また開きますね。じゃあ、来週。来週はちょっと、ね、年始すぎか。聞いたことはありますね。あ、やっぱり。解除しておきます。今日もボコしまくってる。今日なんか、3連勝です。なんかいいですね。やっぱり今週ちょっと緩いかもしれないですね。なんかすごい楽わでしす。もやろ。博多にもあるはず。美味しい県食べてみて。裏打ち会。あ、そういう裏打ち会っていう、目標で追加されてゆるいとか。ああ、だから、あ、そっか、これか、ウィンター。フットチャンピオンズ。そして下部ディビジョンの人が引退していくんです。申し訳ない。うわ、これピックやん。ピックかぶったらめんどくさいんですよね。ちょっとやめとこごっこさんのせいで。う。私のせいで。洗礼ですか。10連勝待ったなし。こっこさん、ちょっとまとめピッてク引きましょまとめてにします。あのプレーオフ終わってからのね、あとでめんどくさいことになるんで。う。スこれナイプ。スナイパー、スナイプするんですか？ T2 さん、やめてくだ私さいがやよ。ろうとしたら起きてきました。生き息埋埋めめみすぎ。たいな。 そうなんですすいか？ません。知りません。いつも資産言ってるんで、今度行ってみます。あ、そうなんです。有名なんですね、それ。ポンチャさん、やろうと思ったら池上さんに。私は作りません。国スさん。ケさん、スケさん。シャープ国交を止めろ。シャープ方向を止めろ。やめてください、やめてください、本当に。そんな、スナイプとかやめてくださいね。怖い怖い。でも早くも、いや、絶対今日緩いですよ、多分。北九州のソウルフード、スケさんうどん。あ、そうなんですね。スケさんうどんっていうのがあるんですね。シャープ国交を止めるのは俺だ。ちょっと一応、フレンドと当たってないかだけチェックします。違った。とりあえず PS5 付け解きます。やめてください、ダッチさん。
や、皆さん今日やった方がいいかもしれないですよ。結構今の感触だいぶ楽です。なんかこうプレーオフ、さっきスイさんが言ってくれたプレーオフとかのこう、なんていうか、こう洗礼を受けるっていうとね、ハンターハンターのやつ思い鍋出すがんです美味よ。しいです。あ、鍋が美味しい。もうできたんですね。なんかハンターハンターってなんか念の、本当念を覚えるところで、なんかそんなありませんでした？トーナメントみたいなんで、洗礼を受けて、九州いるとイッサさんと話があっていいですの。シャープトレフかこうむったらやるくらいがちょうどいいと思います。あ、イッサさんよく見ていただいてありがとうございます。そうなんです。私、アップグレは基本ね、かぶった選手の処理でしかやらないようにしてるんで。この方もいけるな。ちょっと、い近いけ。からね、ユーマさんと。ね、お二人近いですもんね。その、イッサさん、北九州のオクラって、その博天多ま空で、闘技場ですよね。あ、そうです、そうです、そうです、ココさん、ありがとうございます。あれを思い出すんです。念使えてないとね、ボコボコにされるみたいセな。レッソがマリノスからレオセアラ獲得か。おー、こあー、れはでかい。この方、スキムーバーですね。おー。博多まで車で1時間くらいです。そうなんですね。じゃあ、まあまあ近いんですか高ね。速使えば1時間ですね。じゃあ、レオをよろしくお願いします。車で1時間ってことは、まあ電車使ったら30分ぐらい？来た。30分は言い過ぎか。あ、結構近いんですね。北九州市と早博。く九州支部でオフ会しましょ 九州う。福支部。岡本当に行きたい。新幹線で15分であ、す。早っ。一駅っていうか、隣の市なんですか？北九州市と、博多市で、すいません、そんなことも知らなくて申し訳ないんですけど。ラッチさん来て。ね、福岡業来た日。福岡業。隣ではないです。あ、隣ではないんですか？マリノスさんしっかりとエースしてもらいます。隣の隣の隣の隣ぐらい。あ、そうなんです長い。ね。そんなにじゃあ。豚骨ラーメン食べたねえ、い。豚骨ラーメン食べたいですよね。ヌーキーさんも地元は九州とおっしゃってましたよね。地元は阿蘇山です。あ、熊はい。本。そうかそうか、熊皆本さんか。福岡集合です。いつの間にか九州が集合場所に。あ、うまい、今の。あ、オフサイドか。そうなんですね。ですね。とりあえず PS5 持ってきます。持ってくるってどう、しまってあ集るんです合。か？この部屋オフ会イン福岡でいいじゃないですか。福岡、まあでも行けたらいいですよね。確かに福岡美味しいしね、お二人にね、美味しいお店紹介してもらったら楽しそう。ね、ちょっとずつね、旅行もしやすくなってきてますし、もういっそ全国ツアーオフ会してください。全国じゃ皆さんコントローラー持ってきてくコださい。ントローラー 女の子も可愛いですよ。今日は御しやすいですな。よし、押しやすい？押しやすいってどういうことですか？あ、来た。雪梅さん、押しやすい？あ、通っちゃった。おお。ごっこさんが全国行脚ですね。皆さんに会いに行くんですか？まあ、それも面白い。でも ヌーキーさん、沖縄ですよね。
で、ワイさんとかガチンさんは北海道ですからね。ほんまに全国ですよ。女の子かわいいのはありがたい。イッサさん、深夜空いてますか？深夜？飛行機で90分。お待ちしております。間取って大阪でお願いします。ねえ、間取って大鹿児阪。島の生き埋めさん、ポンちゃんからスタートで北上してください。そうかそうか、ポンちゃん笑い。さん。深夜。まずは、ヌーキーさんですよ。ヌーキーさん。ヌーキーさん、沖縄なんで、沖縄スタート、ヌーキーさんで、で、次、ポンちゃんさんと生き埋めさん。で、次は福岡かな、も風俗巡りしたいです。う。大阪やったら全然飛んで きますね、大よ。阪やったらね、私も車で行けるんで、よく車で行きますよ。おお、あそこダイレクトですね。私、やっぱり一本入れちゃうんですよね、あそこで。ヌーキーさん、沖縄やったんですか？口に手を当てた顔。ね、いつも短パン、T シャツでビール飲ん遅くでまる。で開いてると思いますよ。最近中州行ってないので分かりませんけど。私もね、お恥ずかしながらね、ユーマさんと一緒でね、その女性のいる店行ったことないんですよ。ちょっとね、中州で中田市。そういうのはちょっとね、ごめんなさいね。中州はコロナも落ち着いてきてるので眠らない街。あ、そうなんですね。どうしていいか分かんないんです、そんな。配信みたいに喋ればいいだけです。配 信みたいに喋ればいいだけ。あ、ずれた。ああ、うまいな。逆に流したな、あの人。たまたまかな。あーって言ってると追い出されそう。追い出されるんですか。コラコラって言ってほしいです。まるまるちゃーん。あ、嘘、やられた。ああ。金。ちょっとね、落ち着きます。ちょっと落ち着きますね、これ。寝室かかってるんでね。水検式とは。水検式？私は入店しません。コストの割に女の子の質が低いと思います。あ、そ、なんすかそれ。水見式。ヌーキーさん、その 私のツイートみたいな。わあ、うまい。やられた。くっそー。全勝を阻む方現れました。www ジーン。チーンです、本当に。まだ、でもまだ時間あるんで、とりあえず同点。アーン。ね、あーんです、本当に。ちょっと守備雑ですね。やばい、これも。この方、でも裏抜けマアーン。ごっこさんのツイート風に風俗批評がくさ。あかん、ちょっとボール焦りすぎてる、前に出すの。私もやりません。皆さん。
よし、これ開いた。ああ、弱かった。私は行きません。よしよかし。けてもらったローションが冷たくサービスも悪いです。ほらほら、何言ってるんですか。私はやりません。爆乳で背も高いですが体重が重いです。リアルです www 私はやります。このコストで生 OK は長く楽しめそうです。皆さん前、私のコメントでありそうな。よしよしよし、ラッキー、ラッキーでも1点は1点です。あれもちゃんと前詰めてるからああいう事故も起こるんだよね。あれも一つのプレイというかね。ナイス、ありがとうございます。あー違う、ナイピ、汗汗。ない、ありがとうございます。あかんあかんあかん、なかなかね。コッコさんは無駄な風俗は行かない派ですもんね。何の話ですか。接待であれば行くくらいでちょうどいい。うまい。うまいな、イッサさん。無課金ですね。あ、うまい、表現がうまい。確かに無課金。あ、やられた。あーあー、これやじゃきついな。メッシじゃ追いつけませんでしたね今。コッコさん、フィーファのコインも無駄遣いしないからリアルも絶対無駄遣いしませんよ。こんなにポンポン出てくるの大人の部屋すぎて、さすがコッコの部屋だなと思いました。タックン、バイト終わりです。こんばんは。9時半までやったのにさっき終わりました。で明日朝9時からバイトあります。死んできますから。あ、朝からなんです。そっかそっか。しっかりコイン貯めて落ち目の AV 女優を抱くんですよね。何ですかそれ。あー今の持てたらチャンスやった。やばいやばいやばい。あぶなぶなぶな。たっくんお疲れ様は、ヨネナネ。皆さんってボディタイプ何が好きなんですか。私リーンが好きです。そういうことじゃない。たっくんおやすみ。45分延長されました。コッコさんはリーンですよね。そうですね、リーンですよね。え、どういう意味ですか。まだご飯もお風呂もまだです。タックンお疲れ様です。やっぱ年末年始はね、主婦の方ね、やっぱバイト入れない方多いですもんね。タックンも風俗行ってたんですか。ほらほら、タックンも延長できるの。自分はアベレージが好きです。何の話ですか。ちょっと待ってくださいね、これをできます。これでどうしようかな。僕はやっぱユニークですね。まあ固有はねやっぱりねいいですよね。こうやっぱ固有が生む臭さってありますからね。まあこう今ならたっくん45分5000円で延長できる。ラフィーニャ当たったかな、この人。ラフィーニャなんで固有ってあんなにパスカットしたりボール取られないんですかね。ユニークはコッコさんに臭いって言われますよ。おお。コッコさん配信来てくれてありがとう。あ、いいいい、たっくんちょうど時間があったんでね、本当によかった、行けて。あの私夜の仕事なんでね、あの5時前、4時前か、4時前とか割と3時4時あたりはあの準備してるだけなんで、フィーファのボディタイプの話ですか。そうですそうです。
ああ。やばいやばいやば。女の父吐血の話です。おおヌキさん、いや今のシュートすごかった。好きなボディタイプの話です。ああいうところで思い切りよくね、いけるのがいいですね。私やっぱり打たなきゃね、始まらないですもんね。おいけた、オフサイドかな、よかった、ギリギリセーフ。私は白石麻衣です。ティニさん、お父さんののぶとい声初めて聞いた。あ、本当ですか。泣いて。ティニさん、めちゃくちゃピンポイントじゃないですか。あの方ですよね、なんか。松岡千奈です。松岡千奈って どなたですか。ごめんなさい、だってさん分かんなかったです。イサさん、イサさんじゃない、ティニさんがおっしゃってるのは、あの、ユニークが好きな人が多いんですね。48の方ですよね。 48? 調べてください。その人今いない人ですかね。よく CM とかに出てる人ですね。私は控えめ CD でお尻が好きです。48だった人です。48、あ、だったなんですね。 AKB、不倫の人じゃない人ですね。不倫の人じゃない人。あ、その AKB でってことですか。ホットな話題で草。あ、不倫の人はブンフトさんです。ブンフトさん、ひらがなとカタカナのコッコが入り混じっててちょっとドキッとする。爆発的で F ドット G ドット H が好きです。ヨダちゃん呼ばれてて草。ヨダちゃん、やっぱりでかいのがいい。ヨダちゃんってなんすか、たっくん。篠田麻里子ってまだ前ますか。たっくんじゃないよ。たっくんじゃないか、ごめんなさい。篠田麻里子さんは知ってますよ。 AKB の人ですよね。今篠田麻里子が不倫してて今大炎上してます。あ、そうなんですか。なんかコッコさん眠い。あ、固有名詞はフット瓶に乗ってる人しかコッコさん派わからないので補足が必要です。すいません。あ、そうなんですか、今炎上してるんですか、不倫して。あ、それで今日あの www あの、あ、やられた、ツイートの話の時にその篠田麻里子さんが、どう選手しかわからないんですよ、ね、不倫してたんで裁判中ですね。あ、そうなんです。それでか、それでイッサさんがあのツイートでなんか文太さんに言っとったんか。でなんか、え、ホテル経営ってやつか。ヨダちゃんは妻持ちと熱愛報道出てます。あ、そうなんですか。ヨダちゃんってどなたですか。ヨダちゃんもその AKB とか。ご飯食べます、いただきます。あ、いただいてください、タックン。乃木坂です。あ、乃木坂。篠田麻里子は音声がダダ漏れでしたね。アビさん、スカッといけてる？不倫というかなんというかエロいサロン？なのかな？なのかな？フォースと共にやらんことをっていう人。フォースと共に、ん？ちょっとごめんなさい、全然ついていけてない。結局アイドルも女なんすよ。www フォース、フォース、つまり俺かヨーダや。それは www 女性用風俗とか。あ、 PK、 これ困らせんな。PK かな。あ、 PK か。あ、真ん中にはね、真ん中で返すんです。コッコさん分からなくて困惑。あ、真ん中、ボールめっちゃはねそう。だいぶ良くなったよ、スカト。コッコさんの頭からプスプスと煙が出てるのが見えた。うわぁ、ティーニーさん面白い。
そうですよね。ビーチボールですからね。これ結構いいですよ。見やすくてね。あ、やってもうた。コメントがカオス。そうなんです。もう対応しきれてない。ごめんなさい。あ、やられた。あー、全勝無理でした。10連勝 10が連勝やられた。勝てそうだったんですけどね。ちょっと油断しましたね。ユーマさん、だいぶ、あ、そうか、スカッと新しくしてたんですもん全部ね。下ネタが悪い。いやいや、そんなことないですよ。もうこれも実力です。フォースと共にあらんことを。ダッチさんのこの、シーズン目あ、い標た。にルーンストーンありましたね。あ足砕けそう。フォースと共にあらんこと。さん、お前。PK は仕方ない。確かにルーンのやつありま人した間ね。は所詮みんな暗黒面なんだよ。コムさん、お今前。度使おうか。あれめっちゃ見にくくないですか、多分。綺麗なおっぱい。ほらほら、イッサさん。そうなんですよ、これね。変なバウンドしそう。キレキレのチンチン。どういうことですか、ぬきさん。綺麗なおっぱい。マミさん、なんでそんな言ったんですか。よかった、アビ さよん。かった、アビさん。とにかくビルドアップ意識してる。そうですね。ああ、そっか、スカートのところから。そうですね、ビルドアップ意識。コムさんのね。あれ、やっぱりいいと思います、本当に、コムさんのアドバイス。なんでしたっけ。まあいいや、とりあエロえず。のビルドアップ。ね、どういうことですか、ティニーさん。何をビルドアップするんですか、それ。どういうことですか。ティーニーさん。ダッチさん褒めどう？たっくん、フォームいき変え。なり入れるのはますまいってことですね。ああ、なまるほずど。乳首から攻めああ、る。そういうことか。順失番。点減ったを。あ、ダッじチさわん、じフォームわな。上げてくるんですよね。ダッチさん、フォーメーション書いたんですか。いや、まずは舐め回す。勝てる？ダッチさんにタックン式5ハイフン4ハイフン人教えました。こっそあ、りそうなんですね。タックン式5バックやってます。あ、そうなんです引き分か。けが多くなりました。入念にキスします。イーサさん。不用意な縦パスならぬ挿入は失点の原因だ。危な。おお、危な。いいのか悪いのか。あ、失敗した。今、右出したつもりだったんですけど、遅かったキーの入力。おお、そんなとこ掘り込む。あ、開いてる。あ、いけなかった。あ、フォーメーション変え忘れてる。でもブラッシュアップすれば良くなりそう。不あ、用意なパスしまくってますよ、コムさん。おお、この方プレス早い。おお、結構早く掘り込んできますね。これケインかな。あ、カイトか。勢いいいですね、この方ね。守備も攻撃も。あ、開いた。イッサさん、まだまだだな、それは。僕はもう丁寧すぎる縦パスだ。イッサさん、不用意になったとか。そうですね、気をつけないとね。コム監督に怒られますよ。コム監督結構厳しいんでね。この方縦に速い。タックンフォメ教えてくれてありがとう。ておお、すごいすごい、今のボレー。ちょっと雲行き怪しくなってきましたセッね。クスの方は入念に訓にします。こらこら、イッサさん、もうオブラートもクダッソチもないさじん、ゃないで意す外にか。は教えません。え、私聞きましたよ、たっくんの。たっくんに教えてもらいましたよ、結構。細かくは聞いてないですけど。でも、あれでやっぱり攻められるってすごいですよね。
何度も言いますけど。細かく教えちゃった。あ、そうなんですね。あれ意外とむずいっす。電話して。ね、難しいですよね、あれ。おお、ライカールトで打ってきた。やばいやばいやばい。こんばんみ。あ、こんばんみ、ケンさん。ケンさんどうですか、プレーオフやってますか。どうすか今。あー、なんや、ふかした。慣れるまで時間がかかるみたい。3-1です。3勝1敗。こんばんみ。来ましたよ、FIFA 界の兄貴ケンさん。今終わりまして 8-2 でした。あー、すごいですね、ケンさん。ケンさん今篠田麻里子の話してました。ガッチさんこんばんに。今日兄貴、今日なんかやりやすい感じしますよね。しませんか、ケンさん。私もね、結構まあいっぱいしちゃったんですけど、結構感触としてなんかやりやすい感じします。まあ今もやられてるんですけど、 8-2 やったらケンさん今作最高期ですか。うちの会社にシーマリにそっくりな女性いたんよ。いいじゃないですか。シーマリって言うんですね。教えてください。私スキムがないんで、ここからの崩しかね。いや、前回 9-1 でしたよ。あ、そうかそうか、そう、あ、そうでしたっけ、ケンさん。じゃあケンさんはあんま関係ないか。もうこねてこねて回してやりました。そうですね、辛抱しきれなくなりますから、ああやってスキムなくてもこねまくパス回しまくってこねまくったら開くかな。首こねくり回しましたね。いや、乳首はこう。今日ホームグロウン7勝した。すごいですね。あ、乳首はね、こねくり回してないですよ。今回はキャンペーンあるから初心者の方多いですね。あー、やっぱりそう、やっぱそうですよね。私もそんな感じしてます。おー、よう止めたな今の。もうちょっと弱かったかな、角度的に。ちょっときつかったかな。あそこやっぱり得意なとこなんですよね、メッシがね。おお、びっくりした。嘘、やられた。得点の後の失点です。もう僕もしよう。ミサさんもうまい、うまかった。油断しちゃいましたね。今日は強者に駆られそうなので、皆さんが10戦終わった明日頑張ります。げんこつ。あー、確かに。まあその他の方もおっしゃってましたけどね、ポンチャーさん、やっぱ土日、金土日がね、みんな上手い方本戦に行ってるんで、やりやすいとは思いますよ。ダッチさんは何を知りたいんでしょうか。下ネタばっか言ってる場合じゃないですね。危ない。まあでも通ってても今のは抑えだよな。ごめんしやく。あー、読まれてた。あれちゃんと読んでますね、この方ね。この方はでもそのなんかケンさんの好きなボディタイプです。タッチさんなんで仕事終わって次のイベントまで遠いですね。Cマリニの女性の連絡先です。それか、仕事終わって次のイベントまでの遠い。あー、ティニーさん、すいません、どういうことですか。このウィンターワールドカードのイベントが、あ、そういうことですね。 W 長いってことですか。感覚的にってことです。ああ、そういうこと。仕事ないので。ああ、そういうことか。 W そういうことか。仕事がないとその長く感じるってことか。確かに今回のウィンター不倫できますよ、ダッチさん。こらこら、何を進めてるんですか、イッサさん。
俺あっち側、ええやないかい。ええやないかい。そのフォーマッチングアプリで出会った方と結婚して、はいはい、 WC ヒーローのパクチソンって強いです。俺の配信どうでした？あー、パクチソン、パクチソン T、私エンジンで使ってるんですけど、まあ一時期ナンバーワンいい値だったらしいです。あ、ちょっと待ってくださいね。エンジンで使ってるんですけど、まあまあ使いやすい。エンジンで爆発的になるんでね、ドリブルもしやすいですし、パスも、まあ、逆にね、私はパスとドリブル強化しないと使えないと思ったんで、強化してるんですけど、ケンさんはアンカーつけて、あのボランチって言ってましたっけ、ケンさん。パク、アンカーって言ってましたけど。逆に燃えてきました。篠田麻里子とも握手したことあります。そういうすごいですね、イッサさん。イッサさん握手会よく行くんですね。シャドウつけてアンカーです。あ、シャドウつけてアンカーか。まあどこでもやれる。私 CM、 右の CM で使ってますけどね。まあその君スタイルで結構自分の好みで使えるんで。そうなんですね。結構ちょっと良さそうですよ。ダメそうかと。ああ、安いですしね、今ね。結構いいですよね。タックの配信、あ、タックの配信ね、どうやったかな。どうってどう。実質イッサさんと握手すれば篠田麻里子と握手したってことでよろしいですか。遠い遠い、だいぶ遠いなそれ。タックの配信どうやったかな。そうですね、 W タックンね、声落ち着いてるんでね、結構。あ、良いです。イッサーと握手しよう W。 皆さん、イッサーさん、そんなところで人気になるとは。もう世界中の人と握手できそうや。ね、タックンの声落ち着いてるんでね、結構なんて言うんですか、こう配信も落ち着いてるというかね、まあ、BGM もね可愛らしくてね、なんかこうなんて言ったらいいんでしょうね、安心して聞いていられる感じしますね。僕の配信も落ち着いてますよ。あ、本当ですか。本当ですか。福山雅治と握手したので欲しい方いたら横浜で待ってます。すごいですね、ダッチさん。うわー、うまい、この方びっくりした。僕天才のタックンなので大阪で待ってます。天才のタックン、なかなかね、スループダッチさんとも握手しよう W。 あー、よかったよかった。スカスカでしたね今。ラブ&ピースですね。ラブ&ピース。俺渡辺梨沙とありますが、梨沙は誰にもあげません。渡辺梨沙もアイドルの方ですか。やられた。あ、そのリサも女性用風俗行ってるかもですよ。僕は友近と握手したことあります。どなたかありませんか。スイさん、あ、そうか、友近さんも
あの人四国の方ですよね。お母さんが欲しがります。お母さんが あ、しまった。息梅し大健闘で応援が大盛り上がりです。あ、パー本当でティーすのか。顔、パーティーの顔。お、池山さん、いい感じなんですね。その女性用風俗は僕が対応してます。え、どういうことですか、たっくん。あ、危ない。ちょっと、面使いましょうか。ちょっと、あかんな。調子乗ってたらやられてきましたね。ポンちゃんさん、いつも池梅さんの横でゲーム見てることが多いんですか？雑やんな。守備じゃない、パス雑横やん。で見てます。げんこつ。あとはコッコさんの配信見てるか、友達と電話してるか、ああ、 YouTube 見てるかですね。そうなんですね。 YouTube お好きなんですね。アルミの作ったんですかね、この方ね。よし、とりあえず行って。ブンブンハロー YouTube。 ブンブンハロー YouTube。 いやー、時間稼ぎさテれレビて。あんまり見なくなりました。ああ、確かに。私もね、テレビほとんどもう見ないですね。妻が見るんでね、妻が見てる横で、見るぐらいですね。うわ、チャンス来た。よし、あー、もったいない、今の。まだある。あー、嘘。 もう時間なかったですコッね。コさんは奥さんと仲良いですよね。あ、ありがとうございます。そうこんです。ばんは。あ、セイマーさん、こんばんは。プレイオフやってますか、セイマーさん。いやー、結局2敗しちゃった。そうですね、割と妻と仲いいと思います。まあ、そうですね、いろんな話しますし、まあ、さ、夫婦が当たり前か、当たり前ですね。そうですね、大体夜はね、私はゲームして、妻はテレビ見そてのるっていう。生き梅さんと明日フレマは楽しみ。あ、ユーマさん、あ、そうか、仲明良いから夫婦やないの？日。あ、そうか、そうか。まあ、確かにそうで承すよ諾ね。日ですか？イースタさんなんで、そんなん聞くんですか？ 今の奥さんとはどれくらい付き合いました？3年くらいですかね。3年くらいやったかな。2年やったかな。2年か3年。付き合ったのは知り合って3年経ってからで、で、2年か3年付き合って、私が社会人3年目になる年なんで、どうい25、う出会いですか？あ、バイト先です、バイト先。いいですね。そうですね、私塾でバイトしてて、そこで出会ったんです、妻と。それ25で結婚してって感じですかね。
なので今私41なんで、16年目ですかね。ほっこりする。ありがとうございます。子供はね、まだ今年の3月8歳なんで、そんな出会い落ちてませんか？なんで落ちてま講せ師ん。と教え子の関係ですか？いや、Y すさん。ご。違います。私が講師で、妻が上司です。上司というかね。で、そうですね、子供がまだ8歳で、8年ぐらいは2人でずっと夫婦生活というかね、2人の時間を結構楽しんでいたという。ああ恋の因数分解解けました。恋の因数分解、うまいな。誰ですか今の、ダッチさんか。ああ、スカスカ。あ、ジョルジーニョ、この人ですよね。今度は SBC 来るかって言われてるの。この人結構いいメンバー揃えてますね。来た。ああ、打てたら今チャンスやったな。コッコさんと嫁さんの最小購買数はいくつですか？ケ ンさん、ジャイルジーノですかね。ジャイルジーニョ。そうですね。いくつでしょうかね、最小購買数。いいですね、ちょっとおしゃれな聞き方ですね、ケンさん、今の。あ、やってもらった、もったいな。僕は独り身のメビウスの輪から離れられないです。一人身のメビウスのは エンドレスじゃないですか。コッコさんはどういう会の公式使ってプロポーズ成功させましたか？英語の講師やってるんですか？今ですか？今私塾をやってます。個別指導なんで、一応ね、全部教えます、教科。まあ今はね、もうほとんど指導に入ることも少なくなってきましたけど、今、講師に任せて、もう、そうですね、その誰も講師がいない時だけ入るぐらいですかダッね。チさんは選択の自由がありますから、それはそれで素敵ですよ。タやク、から夜なのか。あ、そうなんです。だからね、夜なんです。仕事終わり、塾、夜の仕愛事になん10アイラブユーって感じですか？です。すげえ。どういうことですか？ I need you, I love you. 講師に任せて裏でスカッと先生ですか？抜きさ言いますね。ケンそう。さん、ポッ。あ、ケ ンさんともぼってしてる。そうですね、裏でブロンズパック向いてます。そんな講師が配信で下ネタの対応をしまくってるのおもろい。どうしたん？話聞くあ、出かい。た。ケ ンさん。ケ ンさんと、どうした最近それ使ってますよね。トゥーリ・ヤヤと、ビエラのボランチって結構硬いですよね、これ。気に入っててくさ。あれはダッチさんのネタですね。W ねダブルスマホ視聴でデュアルサウンドが実現されています。え。あ、そうなんですか。あ、生き埋めさん。あ、やられた。あ、よかった。塾の生徒から先生、昨日は維新見たよって言われてください。それはね、きついっすね、ちょっと。それはね、内緒ですね。こんなって言ったらあれですけど、配信アイカーブ言われたらやばいっすよね、これ。そのパターンおもろいですね。お、危ない。これでパス回縦す。のパス急ぎすぎとかダメ出しされるパターンもありますね。あ、すみません、気をつけます。この方アイコンヒーロー多いですよね。っていうかアイコンヒーローしかおらへんのじゃん、この人。
生徒にですよね W。 あ、生徒に。おお。生徒にダメ出しされるんですか。昨日縦パス急ぎすぎましたよって。最近やたらとヒーローだらけ見ます。あ、そうなんですか。やっぱりまあ確約も多いですもんね。ごっこ先生縦に早すぎます。ちょっと落ち着いてね、落ち着いていきましょうか。ジノラもいて。先生昨日配信で言ってたくんにって何。こらこらこら、イッサさん。ヒーローだらけは私のことですね。あ、コッコさんもですか。イッサさんもね、ヒーローアイコンスカッと組もうと思ったら組めますよね。先生コッコとかいう名前なんですね、かわいい。そんなん言われたら困るわ。えってなりますよ、冷や汗出ますね、そんなもし言われたら。これで落ち着いて回して、さっきみたいにカーソルミス、コッコの由来は何ですか。あ、コッコの由来はヒーローを集めてアベンジャーズスカ作るのが夢です。ああ、それ確かにちょっと夢ある。増えますね、またヒーロー増えました。コッコの由来はね、私の娘が赤ちゃんっていうかね、本当言葉を覚え始めるときに私のことをコッコって呼んでたんです。あ、シュート一本持ってない。コッコダービーはいつですか。あ、そうですね、コッコダービーをまたしましょう。普通は妻のことはカッ、お母さんなんでカッカって呼んでたんですよ。で、私はお父さんなので本当はトットなんですけど、子供、娘その時トが言えなくてコッコになったんです。コッココッコって、それでコッコにしたんです。わ、やられた、あっぷな。もう一人のコッコさんとは絡みありますか。あ、ありますよ、ありますよ。ツイッターでね、割と時々ね、配信にも来てくださいます、コッコさんと。すみません、私があんまりね、行けてないんですけど。それが由来なの、ほっこりする。あ、ありがとうございます、ダッチさん。ダッチさんはなんでダッチさんですか。仲良くしてもらってますね。え、最初は一番最初、フォローしていただいたときに、あ、一緒やと思って即フォローしました。あだ名です。あ、あだ名なんです。あ、入った。あ、オフサイド。ダッチワイフ持ってるのバレたか。本名からのあだ名です。そうなんですか、ダッチさん。ヌーギさん面白いな。それもかけてます。かけてるんですか。おお、びっくりした。こんばんは。あ、ピグさんこんばんは。先生ともありがとうございました。月曜、いつもチンチン立ってるからですよね。何の話ですか。僕もあだ名です。誰でも呼ばれそうなあだ名ですが、この前はフレマありがとうございました。あ、いえ、ピクさんこちらこそ。タックンはね、わかります、なんかタックンって呼ばれてるんやろなって。え、イッサさんのがちょっとよく分かんなかったですね、ごめんなさい。ガンダッチ、魂は。そういうことか。チンチンがタックンのからですか。お母さんに呼ばれてます。あ、タックンって、あら、可愛らしい。あ、オフサイド。プークスクス。プークスクス、プークスクスってなんですか、タチさん。カルラス・アルベルトって、これもあれですよね、アイコンっていうアイコンですよね、ブラジルのね。もうデサイ、もっと組めないんでしょうね、多分アイコンだらけで。
ムバッペだけかな。あ、やられた。ムバッペいましたよね。チンチンタックン。こらこら。あ、うまい。あぶな。説明します。今たっくんをバカにした笑いをしました。すみません。謝った。どうしたの、ちんちん一茶さん。だってさ、もうご飯食べた、食べ終わったんですか。そっか、もう食べ終わってるか、さすがに。ああ、今のはちょっと雑やったな。コメントが忙しくてまだ食べきってないです。え、まだ食べきってないですか。あらあらあら。ガンナーなかなかね、攻め破れてますね。コメント忙しいですよね。来た。あーあー、コメント一回も忙しい。打つ、そっか、打つのも大変ですよね。コメント忙しいです。試合しながら。イッサさん、そっかそっか、イッサさんもプレーオフやってるんですね。あ、僕はキーボードから打ってます。あ、そうなんだ。あ、そうかそうか、ダッチさんはね。コメント忙しいのでスカバトしてます。ヌキさん、スカバトっすか。これ一度ねスカバトやらなくなると、もうほんとスカバトやるのがちょっと苦になりますね。あー、出しすぎちゃった。おー、ラッキー。来た。おー、うそー。今のは入ったしかった。出しすぎちゃった。だ、そうです、前に出しすぎましたね、ちょっと。うそーん。うそーん、今の惜しかったですね。予選のレベルどうですか。あ、ちょっとね低い気がしますね。まあ2敗しちゃったんですけど、その前はね全然余裕だったんで、そのいつもよりちょっと軽い方が多い気がしますね。あ、よかった、最後。なんでご飯食べながらタバコ吸うと腹が減るんだ。ダチさん、危ない危ない、そんな食べ方したら体に悪い。ほな、すみませんが今日は抜け出する、お疲れ様です。ココさん、ありがとうございました。またこれでとりあえず 4-2 です。コッコさん、お疲れ様でした。あ、コッコさん、最後に汚い言葉、こらこら。鳥の糞来た。鳥の糞。皆さん、お疲れ様です。鳥の糞。ココさんの、あ、そういうことか。ココッコさんの鳥の糞を最後残していったっていうのがこの汚い言葉を聞いて。よく現れたチンチン。こらこら、トゥーキーさん、汚い言葉ってそういうことじゃないんですよ。綺麗なおっぱいはセーフですよね。綺麗なこと、あ、カバさんも使ってくれてる。セーフ。あ、違うんかこれ。あれ違うかこれ。前のやつやこれ。ん？セーフだ。あ、すいません、ちょっとだけ席外し。
戻りました。 あ、コッコさんがセーフって言ってる。よし、お願いします。あと4試合。なんだかんだで、でもいつもと一緒な感じですね。まあ当たり前ですけど、うまい方も結構混ざってるんでね、結局は一緒なんかもしれないですね。まあでも楽な方もいましたね。でもそれは普段と一緒か。普段もそうか。結局は一緒なんですかね。イッサさんどうですか？やりやすい感じしますか今日。あ、でも早々に4勝いけたから、まあまあ楽な方かもしれないですね。あとはね、もう、4勝決まったんで、いけるとこまで行きたいですね。今スカトへルイ人と当たってます。あ、本当ですか。イッサさんがえぐいっていうとかなりえぐいですね。受けた。この方スキム上手ですね。おお、そうくるか。あ、フォーメーションが違う。間違えた。あ、分かった、ラッキー。あ、フォーメーションまだ変わってない。おお、激しい。ディフェンス激しいな、この方。オフサイド。ダンカンって誰でしょうね。受ける。よし、ありがとうございます。ああ、今のはもったいなかった。どうなんでしょうね。そっちか。もつが美味しいです。あ、もつ鍋よかった、たしさん。ちょっと待っうて、ちもつですか。ちょっとミュートにします、すいません。ちょっと待って。仕込みからやってます。生き埋めさん4連勝で突破です。クラッカー、クラッカー。チンじゃないです。わーい、万歳。生き埋めさんおめ。あ、すいません、皆さん。あ、生き埋めさん4連勝ですか、すごいな。おめでとうございます。すごいですね。生き埋めさんおめでとうございます。乗ってますね、生き埋めさん。ウッキウキやぞ。ウッキウキやぞ。 かわいい。ウッキウキやぞ。 面白い。 ウッキウキやぞ。拍手。ねえ、強い強い。持つが、あ、そうか。チャンスです。
ナス、怒ってました。怒ってたんですか。ダツさん、え、もつ、味つ、下味つけるとかやってるんですか。すごいな。おめでとうございます。ねえ、すごい。お疲れ様です。イケメさん、すごい。トレフかゲテモノスかできた。ゲトレフかゲテモノスか。やん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 。やんやん。ダッサチさんの作るご飯はうまそうです。ねえ、ダッサチさん。ダッサ料理上手そうですもんね。文字も持つ味付けするってすごいですね。だけです。あ、そうなんですか。さんおめでとうございます。クラッカー。ありがとうゴンザリモン。なんか。ラバールーパネオックスフォードの千葉に伊勢チュチクロース。ちょっと待ってください。ゲテモノだ素晴らしい。コムさん。コムさんごめんなさい処理できなかったです。イキウメさんおめでとうございます。イキウメさんのコメント面白かった。よし、これはいけるかな。辛抱して。それを2回ほど繰り返します。あ、そう、そこまでやるんですね。すごいな、イッサさん。手こん、イッサさんじゃない、ダッチさん。手込んでるな。すごいな。いや素晴らしいスカだ。とても200万近く持ってるやつのスカとは思えんゲテモノだ。あ、コムさん200コイン持ってるんですね。コムさんなんでコイン使わないんですか。なんかあるんですか、こうポリシーというか。貧乏症だから。あ、貧乏症だからなんですか。よし、聞いてくれました。よし、早くも5勝5-2。まあでも2勝しちゃったのちょっともったいなかったですね。これなんで3つもあるの。あ、これがもう3つもあるんか。これ6勝いきたいですね。これ週1週はちょっと無理でしょ、これ。これ2週間あんのか。来週までってことか。結構。原作は約800万スカだったけど。あ、800万スカ。あ、スクラッチさん、こんばんは。今日もありがとうございます。800万スカですか。まあ、ワイン来たら、ちょっとずつね、使ってっても、良さそうですよね。どれ、これかな。あと3試合。今日はいいペースですね。まだ11時、ちょっと次。でももう11時ですか。課金で踏みつぶすのは虚しくなって課金で踏みつぶす。あ、イッサさんありがとうございます。よし、綺麗なおっぱい。あら、まだイッサ強調使ったわざ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 強調使ったそんなに言いたかったんですか。あ、ドンちゃん、おー、ヒーローアイコン。コムさんは投資先ができたので課金は控えましょう。あ、そうなんですか。投資先ができたんですか。今作はだから50万超え買ったのはミリタオだけかな。あ、ミリタオ。あ、ミリタオ買ったんですね。おっぱいへイッサさん、なんかあ、やってもた。トゥーレアやおる。あ、抜けちゃった。パイエミン増えましたが。あー、うそん。パイエ、あ、ほんとや、パイエや。課金はもうしないです。そうですよね、課金してもね。あ、やられた。マジでか、よかった。
おい、ちょ、今作特にひどいですよね。トレフカで出してくるのがひどいですよね。Y 過ぎたら課金控えます。あ、本当ですか。みんなおっぱいへって言いたくて作ってくれて仲間意識が高まりました。今のスカでも14前後はいけるんで。あ、そう、あ、すごいな、さすがコムさん。まあね、確かにね、分かってるんです、スカットじゃないって。おお、びっくりした、今のパスカットめっちゃブワーってきた、びっくりした。ああ、今のとこはキックフェイントでいいな。オワイランだけは引くまで使わない。あ、そんなこだわりがあるんですね。あれ、フォーメーションがなんかおかしいな、これ。あ、合ってるか。来た、よし、あの形ですよね。あれがね、できるかできないかなんですよね。プレーオフ、私並みの初心者の方と当たりました。あー、すいません、なんコメントしづらいんですけど。当たってないと思います。でもどうなんですかね、プレーオフも全く多分ね、どうなんですか、レート関係なく当たるんですかね、ディビジョンとか。さすがに無理ですね、嬉し涙のか。多分ね、私もね、いつも、あー、やっぱりね、自分と似たようなレベルの方と当たると思いますよ。めちゃくちゃ強い方に当たる時もありますけど、なので一度やっぱり出てみられてもいいかなと思います。 CF とかもね、やっぱり自分と同じぐらいの方が当たってる気がしますからね。今日なんかすごく楽ですね、4連勝して、お、すごい、スイさん早々に突破決めちゃいました。スイさんもすごいな。 PR のランクに応じてという話聞いたことありますね。ねえ、多分多少ありますよね。全くないことないですもんね。よしよし。ああ、そうなんですね。じゃあ希望がありますね。多分キラキラ分かんないですけどね。え、一生できればいいんです。あ、怪我してる。クレマのやつも一生できてるから勝てそう。あ、あー、そうかそうか、クレマのやつね。なんでしたっけ、あれ、トークもらえるやつ。あ、ポンチャーさん一生できたんですね、あれ。すごい、すごいですね。じゃあ全然いけますよ。昨日はね、ポンチャーさんとやらせてもらったんですけどね、ボコボコにされました。シルバーなんとか一勝だけできました。あ、そうなんですね、シルバーなんとか。あー、ずれた。あー、あー、ずれた。本当にコッコさん、イッサさん、ありがとうございました。あ、いえ、そんな、そんな、そんな、遊んでくださって。いいえ、こちらこそ楽しかったです。あぶね、今の危なかったですね、ちょっと。
おお。この方カーソルいないぞ。あ、後ろか。あれ。ああ。危ない危ない。オフサイドか。あ、前半終わる。あ、危ない危ない危ない危なかった。みんな試合中見合うかもしれないですね。全然コメントが一気に消えましたね。そうかもしれないですね。みんな試合中かもしれないですね。この間にちょっと集中しておきましょうか。トイレ行ってました。だちさんトイレ休憩ですか。消えてしまいました。大泣き寂しい。あ、嬉しい。ポンチェさんで小麦6点取られたのでお仕置きしてさん今晩パフ。あ、みつさん今晩パフ。ありがとうございます。どうですか、みつさんやってますか、プレーオフ。あ、BR 発祥ノルマとプレーオフに追われてる感じですかね。ああ、そうかそうか。プレーオフどんな感じですか。リオをやらないですね。BR もやってないですね。あ、そうでした。あ、そうか、そうでしたっけ。プレーオフエフェクトがすごいです。あ、本当ですか。どこですか、プレーオフエフェクトって。ポンちゃんさん、スタバの玄米茶抹茶ラテ美味しかったですと報告していきます。ダッツさん、ツイートしてましたね。カイオツでおっぱいへ使いましょう。パイエでしたっけ。んあれは本当に美味しい。そうなんですね。まだ飲めてないんです。明日ウーバーします。湯飲みドキドキするハート。あ、へえ、ウーバーパイエじゃなくておっぱいエです。あ、すいません。うわあ、ぜひあれ毎日飲みたいです。確かにスタバもいいですね。スタバもいいな明日。おっぱいへエグいパス出します。あ、本当ですか。ミツさん何つけてるんですか、ケミ。エンジンです。あ、エンジン。おっぱいエビームですか。おっぱいエビーム。おっぱいエさん、サンタ、薄い肌色の選手ですよ、ね、あ、そうです、そうです。え、イッサさん、そのプレイオフエフェクトって何ですか。サンタのおっぱいエですね。サンタのおっぱい、なんかややこしいですね。私もおっぱいエにはエンジンつけてます。ブルンブルン言ってます。可愛いし作ろうかな。ティーニーさん面白い。まあ、エンジンですからね。うまいなぁ、ティーニーさん、うまいなぁ。うまいな、かけティーニーさん、そういうかけるのうまいですね。今日のあの
同業者といいね。すごいな。うまいな、確かに今のは。おっぱいのせいでラカゼットがかすんでますね。あ、ラカゼット。あ、本当ですか。あ、やった。切ってくれるかな。やった。今日皆さん、切るの早いですね。あ、え、つけるの忘れた。スイさん。ほんまや。ほんまや。普通に言ってるだけじゃないですか、それ。ラカゼットめちゃくちゃ強いですよあ、ね。本当ですか。まあ、逆足5ですよね。ケンさんは、ケンさんもラカゼット勝ったんですか？あ、相手にしたって言ってましたっけ？パイエとラカゼットの。勝ってないです。そっかそっか、対戦してっておっしゃってましたっけ？ラカゼットを金コモンアプグレで当てるまでやりたいです。はい、ボッコボコにされました。ここに。今な、6勝、あ、すいません、間違えた。6勝。ヌバッテより強いと思え、いまマしジった。すか？マジっすか？使ってみようかな、そう、ケンさんがおっエしゃフるェクトは重いパス編集と決まらんです。なら。あ、そうなんですね。重いパス、編集と決まらない。あ、そうなんですね。そんなんあるんですね。今、6勝いったんですかね、私。ずっとムバッテだと8。思ってたらラカゼットでした。そうなんですね。似てるんや、じゃあ。そうやな。6勝ですね。よし。こっからは。あ、ルシオ怪我してる。記録挑戦です DR ね。でシンスカ試しまくってました。ポンちゃんさん、あ、今度フレマしましょユーマさんどうですか？シンスカットの戦績は結構いい感じですか？フォーメーションも書いたんでしたっけ？こんばんは。お邪魔します。ナムああ、ケン。ヒデッペさん、ありがとうございます。ヒデッペさん、プレーオフやってますか？僕も旗、フランス、スカッドから大きく変えました。あ、そうなんです雪ね。梅先生に続いて4連勝しました。おお、すごい。あ、これスカスカじゃない、この人。すごいなあ。AB ユーマさん目隠しでしてくださるならフレマお願いします。目隠いし。つもよりやりやすいですね。あ、本当ですか。まだプレーオフやってないです。ナあ、ミ戦そうなんですか。明日やろうと思います。ナミ戦明日ですか。自分は2試合目で11-2でしたわ。ちょっと、あ、追いつ、ごめんなさい、コメント追いつけてない。あ、やられた、危ね。ちょっとタイムします。ちょっと待ってくださいね。フォメ変えましたし、メンバーも先週の CF から半分スタメン変えインまスしタさん、た。いつもよりやりやすいですね。あ、ヒデッペケンさん、まさだんなんはですね。そ明れ日だからか。プロですかね。ケイさん、僕は2試合目で11-2。ん？自分は2試合目で、ああ、2試合目で11-2で勝ったってことですか。そういうことか。ヌキさん、なんすか、この絵文字。ポンちゃんとの対戦は緑トークンメンバーで戦います。ああ、優しいユーマさん。フォーメーションを変えまして、メンバーも先週の CF から、ああ、半分も入れ替えたんですね。ケンさんがそれだからプロですかね。あ、ケンさんが11に入れられたってこことのです絵か。文字気持ち悪いので貼っておきましぬ た。きさん、なんでなんですか。11-2で負けです あ、よ。それはきつい。さ、プロですね、多分。プロかも、タックンレベルの。カワさん、タックン。ね、ピグさんレベルの。猛者ですね、それは。目隠しはさすがに無理すぎなので WW。 確かにね、目隠しはきついですよね。私ね、ヒデッペさんとも一回させてもらったことあるんですけどね、トークンメンバーなら OK のポーズをする女です。わらわら。ヒデッペさんもね、めちゃくちゃ強かったです。正直ね、勝てる気しませんでした。興奮するから目隠し NG ですね。そっちですか。両者ワクワク。
先日は練習試合ありがとうございます。あ、いえいえいえ、とんでもないです。私がね、鍛えていただいた、むしろユーマさんが行く。この方、目隠しはよからぬ覚醒があるかもしれません。この方プレスが速いし縦にも速いから、そこをかいくぐったらチャンスになりそうですね。うわ、危ない。ここは全然開くんですよね。よし、もう今のはね、ムバッペの力で押し込みました。ナイス、ありがとうございます。ヒデプさん、目隠しで豚骨ラーメン食べましょう。なんでなんですかそれ。やけどしますよ。なんで目隠しでわざわざ。あ、アディペレか。あー、取れたのに。ヒデペさん、私ね、ヒデペさん呼ばれた気がした。ラーメンの話しただけですよ。ヒデッペさんとさせていただいたときはね、5バックだったんですけど、ね、今はね、4バックにね、変えてやってます。ダッチさんが明日目隠しで家系ラーメン食べます。家系ラーメンってことですか。それやばいっすね。ラーメンは目隠しでやったら、まあ食べ物全般ですけど、やばいっすよね。あの時若干幅広めでしたよね。ご飯こぼします。そうですね、そうですね、ヒデッペさん上手なんでね、5バックでゴリゴリに守ろうと、まあ、あの時がね、私5バックでゴリゴリに守る感じでやってたんですけどね、守りきれなかったですね。なんで今はね、目隠しして聞きラーメンしますか。聞きラーメン、ダッチさんならできそうですね。あかへん。充電します。電池、コンセント。充電してください。あ、カップ麺ならできそうです。カップ麺ですか。ああ、弱かったパス。おお、ベンゼマ。ちょっとなんか雑ですね、試合がね。豚骨と味噌と醤油とかは分かりそうですが、豚骨醤油とかは間違えそうです。確かに豚骨、その辺カップ麺は特徴はっきりしてるから分かりやすそう。あ、え、何これ何これ、あ、フリーキックか。あ、確かに確かに、カップラーメンとかね、僕間違えない自信あります。カップヌードルとか分かりやすそうですよね、日清のね、どん兵衛、どん兵衛とやってみたい。赤いキツネはいけそうな気がしますね。アントニー、ガッチさんはラーメン屋の利きを冷やしましょう。利きを冷や、めっちゃむずいじゃないですかそれ。それ水ってことですよね。それできたら相当強いですよね、ラーメン屋のお冷やの利きって。無理か、クソほど難しくてくさ。そうね、尋常じゃないですよね、難しさのレベルが。利き水って。しかも大体ラーメン屋の水ってキンキンに冷えてますからね、もう味も、味というよりね、感覚的な感じですよね。
笑ってジンジャーエールこぼした。あ、イデプさんジンジャーエール飲んでるんですね。ジンジャーエールいいですよね。氷で冷やすとね。うわ、ワイラン早いな。おー、危な。ちょっと相手のペースに飲まれてますね。ちょっと、あー、落ち着いてパス回しましょうか。そう、空いちゃう、空いてるんですよね。なんでつい出しちゃうんですよね。あ、なんや今の。それがね、カップヌードル、チキンラーメン、カップスター、スーパーの格安ヌードルでキキラーメンしたい。あ、抜けられた。あ、入った。カップヌードル、チキンラーメン、それ結構分かりやすそうじゃないですか。ちょっとスーパーの格安。大賛成。うまかっちゃん、あ、うまかっちゃん、あ、うまかっちゃんいいですね。でも全部分かりやすいじゃないですかそれ。それスーパーの格安ラーメンってあのトップバリューのラーメン的なやつですかね。それが意外とあの日清のカップヌードルと差が難しそうかもしれないですね。そうですそうです、ね、あれちょっとね寄せてますもんね。あの大体、よし、なん、もう選手変えんのかな。なんでタイムしちゃうんだ。442ですね。あ、カンテ、オリシッチ、伊藤、ジュンヤ、伊藤、ブキャナン、変えてきたな。ルカク入れてきた。ブキャナン入れてきた。今なんだかんだ1点取られてますもんね、私もね。あ、順位は伊藤。おお。え、入ったあれ。オフサイドじゃないの。おお、びっくりした。オワイラン。ローンや。本気で来られてますね。ちょっとゆっくり回して進みましょうか。この方のペースに飲まれちゃってますね。あ、ほらほらほら、あかんあかん。あ、これも早く出しちゃった。あー、もね、出しちゃった。あー、ラッキー、出た。あ、またタイムした。変えときましょうか。うちもヤクルト戦ぶりました。戦ぶりました。ヤクルト戦行ったんですか。あれ、どう、いいんですかね。どうなんですかね。もう全部変えときます。ブリッジ行った。悪夢見ます。悪夢見ます。あの睡眠の質が上がるってやつですよね。あれ本当なんですかね。順位は伊藤早い。でも寝起き良いですよ。あ、本当ですか。
近所のスーパーに全然見つからないです。あ、本当ですか。カルピスの睡眠のやつは聞きました。あー、カルピス、あー、そうなんですね。いいんですね。あとちょっと時間、これはいった。あー、折り返せなかった。あ、ブキャナン、ブキャナン。たまにヤクルト戦セブンイレブンに売ってます。あ、そうなんですね。おお。あらららら。ああ。なんやろな、雑やな、パスが。なんやろな、このバタバ。そうなんですか。初耳です。今度見てみます。この雑なパス回し。雑な守備、あかんな、これは。ね、雑ですよね。なんでやろな。相手のタイミングに。危な、合ってないのかな。おー、危ない。ヤクルトレディにお金握らせて土下座すると買えますよ。ヌーキーさんめちゃくちゃ言いましたね。ヤクルトレディ、僕は裏ルートで仕入れてます。裏ルート、そんなんあるんですか。おお、あぶな、危なかった今。配達なら普通に入手できるみたいですね。あ、そうなんです。あ、そういうことか。ハイプレスか、この方だからかな。あ、もう時間がない。あー、もうもったいない。延長。ヒデッペさんも詳しいですね。ガッチさんが飲んでるのはトンカチのスープですよ。ヤクルトレディとヤクルト1000のちぎりを交わしています。あー、そういうことですか。宅配、WWW、宅配でってことですか。それ間違わないでしょ、ヌーキーさん。それはさすがにね、間違えてた。ダチさんかなりの中毒じゃないですか、それ。そりゃ悪夢見ますよ。そんなん飲んだら。確かに塩味を感じました。嘘。それなんか変、ヤクルトレディの方違うの入れてる、違うのを渡してるんじゃないですか。ああ、ちょっとちょっとエッチですね。なんでですか。なんでですか。おお、マジでか。すごくエッチです。なんでですか。あぶな、あ、なんであんなとこ出したの。
抜けた。マジでか。危ない危ない。バタバタしてるな。全然あかん。今のパスもね、なんやろな。集中できてないかな。コッコさん負けないで。ああ、ありがとうございます、ダッチさん。ちょっとね、ヤクルトの話に夢中になりましたね。あ、選手変えればよかった。まあいいか。これ、15 more minutes か。延長後半か。相手の褒めなんですかね。何なんですかね。守備の仕方がね、多分私に合わないんだと思うんです、この方の。何でしょうか、この。私、ガンガン来る方は結構苦手なんでね、攻めも守備も。それで、多分ね、開いちゃった。よし、来た。ああ、違う。やばいやばい。よしよし、危な。いけたと思ったんですけどね。早いんですよね、この方。判断というか、パスも守備も。それが苦手なんですよね。あと時間がない。来た。お、詰めれるか。まだあるまだある。あー、あかんか。あー、ね、オフサイド？ん？あー、どこ蹴ってきたな。うわ、止められた。マルケス。うわ、これはちょっとやばいですね。これ誰やろ。あ、ディマリアか。あかん。これ止めたいですね。あかんかった。今日 PK で2回負けてますね。オフ。おう、あ、ありがとうございます、皆さん。しょっぱい試合でしたね。なんやろうな、ちょっと苦手でしたね、この方。ボールが持ててないですもんね。パスミスが多いんか。私のパスミスが多いんですね。
ってことはハイプレスでしたもんね、この方ね。ハイプレスの裏抜けガンガンですもんね。だからかね、そうやな、だからか、こういうこのタイプの方にしっかり勝てるようになったですね。落ち着い飲まれちゃうんですよね。よし、あと1試合、まあ、これ勝って7、とりあえず7勝目指したいですね。でこれでね、今日はちょっとパック引いていきましょうよ。あ、そうかそうか、そうですね、これこのゲームしてパック引いて終わりにしようかなと思います。よし、お願いします、ラスト。ん、何やこの方、ブロンズパックですか多分皆さんブロンズパック引いても面白くないと思うんでね報酬パック引きましょうか。あ、雑い雑い、ほら今のも雑いんですよ。これも安易に、こういう時ね私負ける時が多いんでね、気をつけないと。視野が狭く、そんなことないですよそんなことね、ブロンズパック向いてるの見ても面白くないですよね。やっぱ調子いい時はパスがちゃんと回せてるんですよね。視野なんでしょうね、私の。こう、これも、いや今の行ったと思うんですけどね。今のなかなかいいパスですよね。ちょっとフィニッシュできなかったですけど。よし、通った。よし、まあシュートの思い切りも良かったですね。ナイスありがとうございます、ヒデプさん。ナイス、ありがとうございます、ワイさんね。今のナイフ、ナイフナイフそうですね、ナイスゴールド、ナイスゴールド先生ありがとうございます。もうちょっとですよ、もうちょっとで、あ、今のは低弾道ですね。もうちょっとでクロムバッペですよ。今40万手元にあるんで、金と黒の差が今90なんですよ。あと50万やから、もうちょっと頑張ったらいけますよ。ここまで危ない、雑。よかった、相手の方も雑かった、空いてる、開く、来た、あー開かなかった。そうなんですよ、この行く時と行かない時のねバランスがやっぱり。よし、ちょっと今のシュート早かったですけど、入ってラッキーでしたね。ナイスナイス、あ、ありがとうございます、ワイさん。今のもね、やれるやれる、やれますね。なかなかの思った通りのプレーがワーク、きた、おお、あ、おお、
あ、来た。よし、どうすか。あ、よし、もしかして、やった。早々に決めました。お、いいやん、12時前。いいですよ。7勝。ナイスゲーム。ありがとうございます、デープさん。ナイス、ナイス、ナイス。よし。相手のチーム楽勝が、チンチン3個並んでる。ぬきさん、よく見てる。淡井さん、ありがとうございます。いいんちゃいますか、7勝。今作最高記録。よし。パックムキムキしましょうか。あー、ダッチさん出た。ダッチさんでシグニチャームーブ、ムーブじゃない。ちょっと待ってくださいね。このパック、これ。あー、ダメか。パック開けてもね、パイルがいっぱいやったらね、7かきついな。まあ開けましょうか、とりあえずね。あ、ぬきさん、そんな、あ、Y さん、天才感ありがとうございます。ぬきさん、そんなかわいいスタンプ。どれですかね、もらった。これか。神引きお願いします。ね、この辺、こんなんですけどね。レアゴールドパックからいきましょうか。よし、せーの、お友達100人パック、ヌーキーさん、光らない、光らない、ラッシュフォー、ラッシュフォー、ちょっとしょっぱいですね。ん、この辺はもう値段つかないですよね。こんなの余るんで売っていきましょうか。ラッシュフォードとか値段つきますかね。あ、マジっすか。これたまたまかな。お、値段つく、もしかして。あ、値段つく。1200、1300、1400。値段つきますね、これ。なんでなんやろ。人気の選手だからかな。1100、よく読めないな、これは。もうこれ950で出しておきましょうかね。なんでこの方値段ついてるんですかね。なんか今来てましたっけ。ごっこポイント1万いきました。あ、本当ですか、ダッチさん、すごい。1万ってことは500ポイント？これいきましょうか。レアメガパック。いきますよ。せー。1.6 万。キリさん 1.6 万。私も1万いきます。お、Y さんもっすか。おお。光らない。ねえ、これもちょっと値段つきなさそうですね。談合案件。談合案件。来た来た来た、談合案件。こんな値段つくんですかね。これは無理やな。この辺は売れますよね。Y で全部っぱします。ね、Y で。微妙に数ヶ月前なら使える選手が来ますね。数ヶ月。ヌーキーさん。ねえ、数ヶ月前なら。これ、ヌニエだったらギリ値段つきますかね。あ、つかんな。あ、つくかな。これもうちょっとなんか。そのユニもしかしたら。え、すごいな、ティーニーさん、マジっすか。これっすか。ライプニッヒ？マジで？すごいな、ティーニーさん。スケルエロいやつですか。え、そっち？間違えたかも。間違えたかも。あ、でもマジでライプニッヒ人気なんですね。違うか。ブルのユニフォームなら少しは値段つくかも。あ、本当ですか、本当や。結構つく。1000ぐらいでしたよね。
なんてや。同じレッドブルがついてたので。ああ。でもこれ1000。ブルのユニフォーム好きです。あ、そうなんですね。1000ぐらいで売れそうですね。90、これで出しとこうかな。あ、やりすぎた。この方、あ、この方いいやん。ね、今、ね、あの、セリア熱いですからね。1800、1600。1500かな、1500ぐらい。サラビアはリーグワンですよ。ですよね、1300かな。1300で売れるかな。1300で出しましょうか。ちょっと早く売りたいから1200にしておきます。この辺はもう無理ですよね、多分ね。アルミオンとかね、一応見ときましょうか。これは無理やな。10試合終わりましたか。あ、終わりました。イッサさん7勝3敗。でも正直今週いけたなって感じはありました。2戦 PK 負けで1戦もね、惜しい負けだったんで。ありがとうございます。一応ね、今作、最長。でも惜しかった。もうちょっといけましたね。残念。ちょっとし私の集中力の問題ですね。これ値段つくんですかね、これ、ヌニエズとか。つきそうですね、これ。見てたら。とりあえずめでたいのでパンツ脱ぎます。なんでですか、ダチさん。なんで脱ぐんですか。今日重いですよね。あ、本当ですか。私あんま分かんなかったです。950で出しとこうかな、一回ね。チンチンの皮も剥いてくださいね。こらこら、イッサさん。ピン玉縮みました。あっさ、何してるんですか。これはあの、ムキムキ後で売りましょうか。あんまパイルも持ってか。ムクムク。こらこら、ラストパックいきますよ。これいきます。せーの、ドン。イッサさん。いや、今日コッコさん待ってんじゃないかなって思う。何をですか。いや、これは今日はしょっぱいですね。しそこ金か。ねえ、今日は最高80。寒いですね。寒いです。うどんコシコシ。しょっぱ。しょっぱいっすね。光らず。あ、来ましたよ。リーグワン。あ、え、この方値段つかへん。リーグワンなのに。ティンティン。そんなん言ってませんでしょ、コムさん。なんでこの方値段つかへんの。私もコッコさんと同じパック昨日引きましたけど、はいはい、塩分濃すぎて発酵でした。コッコさん、水さんのコシコシ触れてください。すいません。もう売れないですね。うどんコシコシ。もう売れないんですか、これ。あら、まあ、リーグワンでも このぐらいの方やと、逆に金でやるから売れへんんですかね。もう、あ、マリネッリ。マリネッリとか意外とね、いけたりするんじゃないですか。あ、いけへんか。コッコさん何時までするの。あ、すいません、今日はもうコシコシできなかったです。悔しいです。ごめんなさい。もう夜しか眠れません。寝れてるじゃないですか。今日もうこれで、すいません。今日はね、寝させてもらおうと思います。最近ちょっと寝不足なんでね。すみません、タク、またフレマしてください、タク。まあ学費ですか。だからイッサさん、もう今日は早く寝ます。無理せずにご自愛ください。ああ、ありがとうございます、ダチさん。
こんな感じですか明日ね。朝早いから寝ないと。ねえ、朝、明日も友達100人パック来るか不安で酒が進みます。進むんですね。泣いて。イッサさん。そっか、抱く時間あるからね。こらこら。まあね、こんな感じにしときましょうかね、今日はね。よし。じゃあ、皆さんありがとうございました。今日、まあ、今週7勝3敗、一応、まあ、最高、今作、最高、更新できました。まあまあ、ですか100人ね。パックは明日までですね。100人おパ疲ック。れ様でした。ああ、ヒデペさん、最後までありがとうございました。毎週ありがとうございああ、まいえいえ、す。ワイさん、こちらこそありがとうご後ざいまでホテルで待っす。てるえ、からダッチね。さん？ダッ仕チさん事納と？めいつ？期間。期間、仕事、私、昨日で仕事終わりでした。まあ、私、水曜日いつも休みなんですけど、ダッもチさん行う、くね。赤休みいでハーす。ト。来週の水曜日まで、あ、イッサさんが行くんですね。来週の水曜まで休みです。お疲れ様です。あ、スクラッチさん、ありがとうございます。はあ、ん、あん、ティン、テティン、ティン、ィ、スイお疲さん、れサンバ。サンバ、T2 さんもありがとうございます。お疲れティンティン。おお疲疲れれ。サマンコ。こらこら、ぬきさん。バタもう、タぬタ。きさん。イースタさんももう、なかなか終われないじゃないですか。まあ、年末年始もね、普通に金土日配信しようと思いますので、皆さん、もすし、ごい米量であ ん。ね、あかんやん。こらこら、ほとんどでもね、意味ない、意味ないって失礼ですけどね、内容の薄い。まあ、でもそれがいいんですかね。ありがとうございます。ということで、また明金、日気をつけてお出かけくあ、あださいりまがとうございし。ます。そうですね、明日午前中、あちいょっあいと。アンジョンファン。アンジョンファン、懐かしい、アンジョンファン。アンジョンファン、懐かしいですね。あや。いや、もう、ダッチさん、もういいですよ、それ。なんすか。あん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 パンマンこ。そんなね、幼児のヒーローとね、そんなスペース使ってうまく表現してもダメですよ、イッサさゴリ押しでくん。さ。ね、皆さん、もうむちゃくちゃやね。ということで、また金土日、明日はちょっとゆっくりして、明日はお疲ね、れ様でした。あ、お疲れ様です、ダッチさん。本当に皆さん、今日も楽しく配信できました。ね、最近ちょっと声も枯れ気味なんでね、マンゴー。マンゴー、あ、それマンゴーなんですね。そんなん言ってたらまた終われへん。ということで、お疲れ様でし伊佐た。さん、マンゴー。お疲れ様でした、マンゴー。また、金土にさマンせてもらいまゴすので、もー、ハイし、フン、マンゴー。絵文字にしてきた、ダッチさん。もしよかったら見に来てください。マンゴー、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 マンイーサゴー、さん、長マンい。ゴー、マンゴー。これ全部ちゃんと発音してくれるんですよね。ということで、今日もありがとうございました。楽しく。しかも結構いい感じでできたんでよかったと思います。クリトリス。あ、またやってきた、イーサさん。ダメですよ。大マンゴー祭り。マンゴー祭り。宮崎のマンゴー食べたいですね。美味しいですもんね。ということで、もう終わりますよ、本当に。皆さん、ありがとうございました。またね、ぜひよろしくお願いいたします。では、皆さん、失礼いたします。おやすみなさい。